僕はこの世界が嫌いだ。生まれながらにその魂に身分という呪いを刻むこの国は、大嫌いだ。私も落ちぶれたものだ。どこの馬の骨とも知れない孤児よ。もし困ってる人がいて、僕なんかがお役に立てるなら何でもしたいなって思うんです。そのつもりです。命の価値は同じであるはずなのに、誰しもが平等に幸せになる権利があるはずなのに、この国にはそれがない。人々に呪いをかける階級制度、それにより人の心は汚れ、歪み、悪魔が生まれる。ならばその逆もしかり。悪魔が消え去れば人の心は澄み渡り、呪いは解ける。あなたは貴族だから、そんなものは見てみたいとも思いませんか。孤児なら大人に舌を巻くほどの白色か。最初はそんな彼の珍しく思う気持ち、それだけの彼の興味を生んだきっかけは本当にそれだけだった。彼らは今日からモリアーティ家の一員だ。それでは仕上げにかかりましょうか。不慮の事故に見せかけ、証拠になりそうなものをすべて始末、証拠をすべて消し去り焼いてしまうのが一番。これだけ広い屋敷に一気に火の手を光らせるにはガスを使うのが適しています。屋敷の中にガスが満ちるのを待つだけです。崩れる。
同志、家族、うちにとって君の持つその頭脳、僕の持つ権力を、地位、財産、この命を分ける君の志に必要なもの全てを見せてほしいんだ。僕にも君の理想とする世界を。大丈夫か。君たちは、アルバート・ジェームズ・モリアーティ、そしてその